おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね、多数決デスゲーム、続きやっていきたいと思います。前回のおさらいをすると、銀くんを助けるためにここで何かできることはないかっていう話し合いをした結果、救助用って書かれてる、床板、剥がせる床板を見つけて、で、そこの奥底って針の山になってたんだけど、そこに砕けた床板が落ちたら、その減らさなきゃいけない数字がね、減ったんだよね。だから針山の中に 35.5 キロ分の何かを入れなくてはいけないっていうことなんですよ。それって今この場に人間しかいねえよなっていう話になって、つれーぜーってとこで終わりましたね。じゃあやりますか。やだやだ。はい、進めましょうか。使えるような重いものこの干渉席にはねえじゃねえか。そうなんだよ。ちょっとまず引き出していこうか。じゃあ、くそくそ、それでも俺は素手でだってこの液晶も壁も破壊してやる。レコは壁を蹴りつけるがまるでびくともしない。だったらさっきの床板だ。砕いて全部落とせば少しは。 35.2kg はとても、 35.3 じゃないの、 35.3kg はとてもありそうにないです。じゃあガーン、助ける方法はゼロなのかよ。いや、たった一つだけ。でもそれは最悪の。時が進んだ。そうだね、サラちゃんと私多分同じこと考えてるね。サラちゃんは気づいてますよね。たった一つの方法を。うん、ナオちゃんも気づいてたか。それは成績上位の人がここにいない理由が分かりました。明らかに身を削る、そんな役回り、争いが起きる場所なんです。答えは出てます。この中の誰かが落ちるしかないんですね。ダメだ、他に方法はないのか。時が進んだ。解決方法はひらめいたか。腰据えて話し合いしてるとこ悪いけどさ、あとちょっとで毒針が発射されちゃうよ。嘘じゃん、やめてくれわ。俺約束守る方だからさ。サラ、まだ策はないのかじゃ。もう少し時間をください。まずい、想像以上に時間がない。ナオちゃんとレコさんの討論をさせるしかない。今なんつった？ 35.3kg もの重りを用意する方法は一つだけなんです。人体です。誰かが落ちること、それだけが針底の救助スイッチを押す方法です。串刺しになれってことかよ。二人を助けたかったらこの中の誰かを犠牲にしろってのか。今気づいたの？そう、その干渉室では誰かを犠牲にすることで装置を止めることができるんだ。干渉って見る用じゃなくて、その装置に干渉するものだったってことですな。てめえ！でもさ、てめえらラッキーなところもあるよ。なお、ハンナキ。最下位が九太郎さんでしたら、100kg 以上はありましたので、三人とも降りないと、
助けられなかったと思います。ん？今ほら、残り時間ちゃんと気にして話してる？もうすぐだよ。そろそろこの話し合いもう終わりだね。決めた方がいいんじゃないかな。誰が犠牲になるのか。お、進展。金くんのために犠牲に。え、どうしたの？そのために考え続けてたんでしょ？ひどいです。そんなこと、決められない。え、何言ってんの？もし銀が三島だったら、さっさと仲間を突き落としてただろ？なお。ふざけないでください！私は、そんなこと！落とすのが嫌なら自分が犠牲になるしかないんだよ。銀を救いたい優しい女の子はどうぞ串刺しになってくださいね。人間の話し合いに口出ししすぎだね、人形さん。は？覚えてるかい？三人とも。ノエルは出会った最初に言ったね。サブゲームはうまくやれば、誰も犠牲にならずに済むって。あ、そういえば。おかしいよね。誰かが死ななきゃクリアできないなんて、ルール違反だ。じゃあ。串刺しにならなくていい方法が、あるはずだ。マジかよ！ 35kg だぜ！ 3 人で何とかする方法なんて、まさか、体の一部をそんな黒いことできねえって。床板です。外れた床板の上に乗ったまま落ちることで針の貫通を防げるかも。いや、ちょっと待てよ。え？何が？ちょっと待て、どういうことだ？35.3、え、でも、え？ジャンプしても変わんなかったんだよな、残りが。ちょっと待って、わからん。これ使うのかと思ったんだよ、幸せの蜘蛛の糸。これ使って、ここから降りればいいのかと思ったんだけど、違うのかな？ちょっと待って。刑事さん引き出す。串刺しにならなくていい方法があるはずだ、サラちゃん。君なら絶対に解き明かせる。そうだろ？串刺しにならない方法、何か道具は使えないだろうか。提示してみよう、刑事さんに。そうだそうだそうだ、やっぱそうなんだ。他の人も引き出すか。つまり床板を、つまり床板を座布団のようにして落下するんです。針に対して縦になりますよね。難しいかもしれません。さっき床板のかけらが落ちたことでこの仕掛けに気づきましたよね。そうです、この床板結構脆いんです。かけらが取れたのもそのためです。縦にはなりませんね。けど道具を使うという考えは間違ってないはずだ。おそらくあの道具、ずっと謎だったあの道具が意味を持ってくる。時が進んだ。時進んじゃうのか。やばい、ちょっと待って、セーブしとこう。猫ちゃんの話も聞いてたいが、死ななくていいってそういうことだろ。みんなの手足を寄せ集めればって。それは違うと思います。いえ、さっきノエルが言ったように、もし九太郎さんが最下位だった場合、全員が身を削ったとしても重さは足りません。銅と頭を使うわけにはいきませんしね。かっこよく黒いこと言いやがるぜ。でも信じていいんだな。野蛮な方法じゃねえってことなんだな。そうだね。時進んで、あ、まずい。ああ、何やってんのてめえら。まずいね。私が、みんなの話聞いたからだね。もう、とっくに時間切れだよ、バカだな。
なんだと！まもなく、毒矢が発射されます。まずい！ごめんなさい！ごめんなさい！これ、ちょっと時戻したい！時戻させてくれ！これどうしたらいいんだ？いやでも、このエンディングも、見るしかない。よな、もうここまで来たら。待ってくれ。ゴー。嫌だわ、許してな。そんな、金。四。おい、おい、嘘だろ、待ってくれ。九太郎さん。金くんの体じゃ持たないだろう。九太郎さんの体だったら数分は持たないか。スイッチを押して。バカ言うな。そしたら俺が。三。助けて、助けてよ、サヤ兄ちゃん。に、九太郎さん、助けてよ。一、ゼロ、やめろ、やめろ。救わなかったんだね、九太郎さん。いいじゃん。生意気なガキより自分の命救うのは当然だと思うよ。黙れ！黙りやがれてめえ！今すぐ金を治療しやがれ！助けて。諦めちゃダメだよ、てめえら。まだチャンスは残ってるんだ。どういう意味ですか？毒針は全部で5本あるんだ。時間ごとに1本ずつ発射される仕組みなんだけどさ。1本の毒はそんなに濃くないんだよね。まだ、助かる可能性はある。ま、最大で成人男性でも殺せるように設定されてるから、こんなガキンチョンが、日本と耐えられるかは謎だね。くそ。くそ野郎！地獄に落ちやがれ！話し合い続行です。怒りをぶつけてる暇はありません！そうだ。よかった。まだなんとかなる。私がふざけたせいで、銀くんが、ダメだ。ちょっと待って。どうしよう。まず、あれだ、アイテムを刑事さんに見せるんだ。選んだアイテム使おう。これだ！ずっと謎だった、このロープ。幸せの雲の糸。この時のために用意されたワイヤーロープなんじゃないでしょうか。あの時の糸、そんなものが。思い出してください、レコさん。皿の上に書き置きが残してある。これは幸せの雲の糸。最後のアトラクションで君たちの命を救うだろう。確かにそう書いてありました。なんだって。私もクリアチップを集め終わってすっかり忘れてましたが、残る使い道はここしかありません。確かにこのくらいの太さでもワイヤーロープなら人がぶら下がって降りることはできます。さっきハンナキーは出現をした。そうなのよ。はい、
最下位が九太郎さんでしたら100キログラム以上はありましたので、3人とも降りないと助けられなかったと思います。降りないと、そう言ったんだ。落ちるとは一言も言わなかった。これはハンナキーのミスなのか、それとも私たちを。どうした、サラ。いえ、こんな高さから落下すれば針に刺さって確実に死んでしまいますが、ロープを使って降りれば針の隙間に立つことができる。やった、キン君を救えるんですね。よかった。どこでこんなものを手に入れたんですか。嘘の間だ。嘘の間。待ってください、その大丈夫なんでしょうか。嘘の間だからね。まさかな。レコさんは幸せの蜘蛛の糸を強く引っ張った。え、嘘だろ。はあ、幸せの蜘蛛の糸はあっさりとちぎれてしまった。そんな。惜しいな。もうちょっと信じてくれれば串刺しが見れたのにな。どこまでも罠か。何が幸せの蜘蛛の糸だ。希望を見せて裏切りやがって。不幸の糸じゃねえか、こんなの。これが嘘の間の嘘だったんだ。いやなんかハンナキーがさ、びっくりしてたから、あれノエルが勝手にやったことなんじゃないかな。本当だったらそれはそのまま幸せの蜘蛛の糸で、だってレコさんで十分嘘ついてると思うんだよ。なんだこれは。だから言ってんじゃん、誰かを犠牲にしなよって。どうしたら。進展。ダメだ、黙ってちゃ時間が。でもどうしたらいい。残された選択肢は、なんでよ、ここしかないんだって。やだ、どこまで行っても人間は人間が一番大事なんだよなっていうな。いや、銀くんのことは絶対諦めたくないんだよな。レコさん、偽物でもレコさんはレコさんなんだよな。いやでもこの4つの選択肢だったらレコさんを犠牲にするを選ぶしかないな。レコさんを犠牲にします。本当に銀を助けたいなら、助けたい人を助けるなら、決断するべきだ。レコさんは何も悪くないけど、好きだ。でも、それでも、あの時、あいつを助けられなかった、この思いを、二度としたくないなら、らしくねえよ、サラ。まだ、
諦めちゃダメだ。やばい、なんかずっと幻影だったのに、今のジョー君は本物だった。涙泣く泣く。ああ。そうだよな。まだ諦めるべきじゃない。サラ、時間は、まだ。もう無理だ。諦めろ、サラ。え、サラだって気づいてるんだろ。助ける手立てなんて、もうないってこと。でも、キン君を見捨てることなんて、できません。そりゃ俺だって、同じ気持ちだ。けど、綺麗事は、終わりにしようぜ。俺たちに銀は救えない。銀のことは、諦めるしかないんだ。そんな。違う。おかしい、ですよ。そうだな。レコさんはそんなこと言わないんだよ。鼻をかむ。行くよ。え？レコちゃんはそんなことを言う人じゃなかったはずです。俺だって本心じゃねえさ。違うんだよ、レコさんは変わろうとしてたんだって。本当に本当に慈愛の心に満ちたすごくいい人だったんだよ。けどな、ナオ、だったら自分を犠牲にできるのかよ。俺にはできねえ。だからこれが本音だ。いいえ、おかしいです。まるでまるでレコちゃんがレコちゃんじゃないみたい。やめてください。言い合いしてる場合じゃないんです。レコちゃんは変わっちゃった。あんなに慈愛に満ちてた人が。短い付き合いで知った風なこと言うなよ。俺は俺だ。現実を受け入れてるだけ。いいえ、変わってしまいました。今思えばあの時から。二人ともいい加減にして。サラちゃん聞いてください。私は冷静です。ずっと黙っていたことがあるんです。え、知ってるんです。え、三島先生のモニターを割ったのはレコちゃんなんです。私は見たんです、レコちゃんが三島先生のモニターを破壊するところを。でもレコちゃんを信じてました。だからずっと誰にも言わずに。私は何の話だ。俺は全く覚えがねえよ。最短一日、記憶の更新は一日かかるから、レコちゃんはそのレコちゃんがモニターを割った記憶を更新できなかったんだ。いい加減にしろ、ナオ。お前ちょっとどうかしてるぜ。待ってください。そんなこと今話してる場合では。カンナの言う通りだ。こんなのただの喧嘩だ。けど、なんだ、ナオさんのあの向きになり方は普通じゃない。この話に向き合うべきなのか。いや、向き合うべきだよ。ここからが問題だって。セーブしよう。セーブするけど、いやー、ちょっと時間微妙。短いんだけど、ちょっとさ、申し訳ない。そう、叫びすぎて喉がガラガラになってきたんで、今回これくらいで終わりたいと思います。いや、なおちゃんは間違ったこと言ってない。私が保証する。だから、私は全面的になおちゃんの味方をする。これで銀くんが助かるんだったら、
では、また次回。おつぴよです。